太郎チャンネルです。もう間もなく今年の紅白出場者の発表がある頃だと思います。皆様ドキドキですよね。演歌太郎も出場予想をさせていただきます。あくまで予想ですので、あまり真に受けず、そういう考えもあるかとお聞きくださいませ。今年の大晦日第72回 NHK 紅白歌合戦の司会に選ばれたのは、女優の川口春奈、そして俳優大泉洋、同局の和久田真由子アナの3人。例年なら総合司会、白組司会、赤組司会となっていましたが、今回は3人とも司会で統一されています。ジェンダーへの意識の高まりが垣間見えますが、この先紅白歌合戦自体が消えかねない状況かもしれないと噂が持ちきりです。出場者の発表はこれからですが、ひょっとしたら紅白という形は取るものの、いつもとは違った戦うというよりも一緒に歌うといった歌合戦ではなく、紅白歌謡祭といった方がしっくりくる形になるかもしれませんね。さて、昨年の演歌歌謡曲勢からの出場者は、白組5組の五木ひろし、氷川きよし、山内圭介、三山ひろし、純烈。赤組は4組で、石川さゆり、坂本冬美、天童よしみ、水森かおりでした。今年は五木ひろしさんがすでに紅白引退を発表されており、その枠がどうなるか期待されていますが、ぜひとも演歌勢に椅子が欲しいところです。そして今年はジャニーズ勢も少ない見通しとのこと。昨年の嵐の大トリという約束を保護にされ、椅子が減ったという情報もありますが、何よりも人気グループの解散が相次ぎ、力が弱まっている様子。加えて坂道グループも華やかな話を聞きません。そう考えると出場枠はかなり空きがあるように感じます。演歌勢赤白ともに 2,3 枠は増やしていただき、7組ずつの計14組くらいは増やしてもらいたいところ。本当なら14組とは言わず半分ほど欲しいところではありますが、さすがに現実離れしてると思い、希望を持っての14組です。当然のことながら氷川きよしさん、山内圭介さんは間違いないでしょう。氷川さんが落選となれば日本中暴動が起きてもおかしくありません。加えて最近の若者向けの曲も多く、おそらくはまた限界突破サバイバーではないでしょうか。メドレーからの新曲という流れかと思います。山内圭介さんも落選はまずないと思われます。古傷が
好調ですし、オンラインライブなど精力的な活動で頑張っておられます。三山ひろしさんももちろん出場ですよね。毎年のけん玉ギネス挑戦になるかと思います。純烈もおばさま方のアイドル、リーダーの脅迫事件騒動やセクハラ、パワハラなどのニュースも相次ぎ、 NHK がそれらをどう判断するかが焦点かと思います。あとは何と言っても竹島ひろしさん、福田こうへいさんですよね。演歌勢歌唱力ナンバーワンとも言われ、震災復興に尽力されており、精力的に被災地へ応援に行かれている福田こうへいさん、新曲「男の残雪」も好調です。竹島ひろしさんは実力、容姿ともに文句なしの歌手、何よりも NHK ドラマの主題歌にも起用され、貢献という意味でも絶大です。新曲「プラハの橋」もオリコンで常に高順位をキープされています。真田直樹さん、辰巳優斗さん、中澤拓也さんなど若手歌手の方の勢いも凄まじいものがあり、ぜひ空いた枠に出場させてあげたいですね。紅組枠では石川さゆりさん、坂本冬美さん、天童よしみさん、水森かおりさんは順当に出場されると思います。毎回同じ曲を歌われる石川さゆりさんは、一部からはもう見たくないなど声もありますが、逆に若者からは演歌といえば石川さゆりと認知されているようで、若者受けを取りたい NHK としては間違いなく石川さゆりさんは出場してもらうかと思います。そしてやはり市川由紀乃さんにはカムバックしてほしいものです。レコード大賞でも最優秀歌唱賞を受賞しており、歌唱力は抜群です。岡みどりさんも忘れてはいけません。今年に結婚、出産と世の女性に勇気と希望を与える存在、男性人気も高く、若者の認知度もバラエティ番組の出演等で低くありません。椎名幸子さんや浅香美穂さんなど勢いある歌手にもぜひチャンスを与えてあげてほしいところです。これはあくまで噂ですが、和田アキ子さんがもしかすると出場するのではとも言われています。最近若者に人気のアプリ TikTok や YouTube にて和田さんが歌う夜な夜なダンスが大流行、 YouTube でも900万回再生されており、今年中には1億回再生に行くのは確実。若者人気が欲しい NHK は和田アキ子さんにオファーしてもおかしくないかもしれません。今回はあくまで予想なので、あまり真に受けずお聞きいただければ幸いです。皆様も出場してほしい歌手をコメント欄より書き込んで、紅白出場への声を上げていきましょう。まもなくの紅白への演歌勢
出場発表が楽しみです。ご視聴ありがとうございました。